そろ来そうじゃない？ほら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 。黄昏。ああ、やった、行ったよ。あ、一人。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、キャンプ場まで、エルナちゃんを追いかけてきたよ。ね。エルナのお披露目イベント、始めちゃいます？お披露目イベント？侵略魔少女の脅威。クルホシネイのアンドロイドを裏で操っていたのは、天体観測部でお泊まり観測をしていた部員だった。とうとうエイリアの尻尾を掴んだ YSP クラブ。アマミエルナを倒し、Y 学園の平和を勝ち取ろう。アマミエルナに戦いを挑もう。先駆者たちの技術革新やってかっこいい。挑戦します。え、もう直接対決する感じ？逃げずに来たんですね。偉い偉い。めっちゃバカにされてる。そちらも小賢しい罠などは張っていないようだな。え、ってかもしかしてあれかな、基本的に中の子の中の子っていうか、もしかしてピラミッドのこと言ってます？中身がこの声なんかな。ナイちゃんも同じ声やもんね。しないでほしいな。ほら喋り方もそうですし。罠っていうのはね、喋り方はそうか、手強い相手を出し抜くために使うんだよ。ってことは私らは弱いということか。僕たちのこと罠を張る必要もないくらい弱いって言ってるんだよ。翻訳が必要なの、ね、何？じゃあ俺たちが本当に弱いのか、その目できっちり確かめてみろよ。そうだそうだ。何？いきなり私に相手してもらえると思ったんですか？え？じゃあやっぱりまた、うわー、なんかうわ、呼んだよまた。そんなわけないじゃん。なんか今までと色が違うね。せっかくのエルナのビッグブラックじゃない、初お披露目なんだから、もっと盛り上げてもらわないとね。え、何、余興的な感じ。こんな奴らいくらでも蹴散らしてやるぜ。なんか敵の雰囲気今までと違わない？強い。なんであろうと、まあどんどん強くはなっていくよね。そりゃ弱くはなっていかんわ。リトルグレイとオメガシルバー、なんかあれや、戦隊ものとかにおりそう。ほらほら、後から現れ、ぼーっとしてたら見られちゃいますよ。後から現れる系のやつ。てめえは高みの見物かよ。そう、ブラックの次シルバーなんやね。ザコじゃ相手にならないってところ見せてやるっしょ。ワイルドボーイ。エイリアンを全て倒そうってことは、この周りのやつらも倒さんといかんね。びっくりしたわ。今のは当たらんかったよね。あれ、今の技出たか、私。挨拶代わりだね。よくわからない。でも周りのちっこいウィーやつらもやっつけんといかんってさ、こいつら復活せんのかな。ショータイムだぜ。いい、怖い。怖い。やっぱこういうさ、うい、びっくり。ちょ、煙幕みたいなの叩かれたらさ、味方側にも迷惑なんですけど。ワイルドアクト。ギリギリポーズ取り寄る余裕がないよね。一生タイムだ。ザクキャラやったらあれやけど、ボス系でポーズを取っている余裕はない。あ、一応当たったのか。雷出てたわ。あの雷のやつさ、ワイルドアクト。早い。じゃあ誰か来て。そしてちょっと私スカイスネーカーになるわ。ヘビーに寝たんそう。あ、あれまっすぐ来るだけじゃないんや。一応待って待って、私しかおらんなったんですけど。一生タイムだぜ。いい、怖い。私しかっていうか、まあ、全てのキャラになるんだけど、ちょ、もう一人しか生きてないんですけど。いやー、コンピューターたちもなんかもうちょいさ、危険を察知して範囲外に出て行ってくれるとかさ、そういうとこちゃんとしていただきたいわ。また来るやん、あれ。一生タイムだぜ。黄昏、乱れ打ち。お、チャンス、ワイルドアクト。テニス部員が頑張ってくれよる。なんかあとちょいや、あとちょい。へー、怖いよー。怖いよー。シュート。いい、びっくりした。なんか現れたと思った一瞬。じゃあもうあのビーム撃ってくるのやめていただきたいな。そろそろ来そうじゃない？ほら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 。黄昏。ああ、やった、行ったよ。あ、一人。一人の勝利。
みんなしっかりランクだけは上がっていくんよね。ずるくない？この程度でやられる僕たちじゃないよ。ずるくない？やるときはやるんだから、ね、ふぅ、なんとかいけたわ。もうダメかと思った。捨て身ワイルドシューター、なんか捨て身がいっぱい。イエーイ、先駆者たちの技術革新もらったよ。かっこいいやつ。まあ、でもずるいけど、ちゃんと、パチパチパチ、ね、みんな強い、経験値が入ってくれるのは嬉しいよね。なんか超バカにされてる感じ。このくらいで悪笑だぜ。素直に受け取るんやね。次は貴様の番だ。覚悟するがいい。戦闘になってくる。なになになに。もう勝った気でいるなんて、ちょっと調子に乗りすぎじゃないですか。エルちゃん、だって今は勝ったからね。何？なんかめっちゃ邪悪な気配が。何が起こってるの？めっちゃ強いんやないん？すげえオーラ出てるよ、なんか。分からせてあげる。あなたたちが、一体何を相手にしているのか。何？めっちゃ強いやつ。よーく見ててね。あ、正体表す感じ？中身？かわいい。ミラクルプリズマ！かわいい。アップになった。何？ハート出てきたよ、なんか。なんか変身シーンみたいなの出てきたんやけど、何？魔法少女？魔女っ子みたいな感じや。かわいい。味方やろ。味方やろってか味方にくれ。侵略魔少女エルゼミッキア。宇宙に愛と平和をもたらす美少女魔法使い、侵略魔少女エルゼメキア。めっちゃ可愛いんですけど、こっちに来ていただきたい。星置きだお。そこ月じゃなくて星なんやね。ねえ、こっちに変身しただと。ちょっとあのクーカちゃんと入れ替わってくれんかな。魔法少女変身キャラ戦うにはあれやけんさ。上がる。テンション上がってる。いや、喜んでいい流れじゃないでしょ。まとっとるオーラが邪悪なんよね。気をつけろ。あ、でもあれなんかハートや。これまでの奴らとは比べ物にならない。え、何？このまま戦闘に突入な感じ？それがどうした？どんな強敵でも真正面からぶっ倒す。マジかよ。君らいつの間に復活したの？周りのみんな。今までだってそうやってきただろ。さっきぶっ倒れとったやん。焦点しとったやん。お、何？おとなしくなった。まだよくわかってないんだ。でもいつまでそんなこと言ってられるかな？え？ああ！うわっ！そんな一発だけで。なんだ、この威力は。めちゃくちゃ強いってことや。たったあれだけで。ちくしょう、やられてたまるか。もうやられてるんだよ。何その目、なんか嫌な感じ。嫌なの嫌なの飛んでいけ。痛いの痛いのじゃなくて。お、やらせないよ。ジンペイ、しっかりするぞ。おお、さすがみんな。おら、シャキッとしろ。お前ら。ああ、もううるさい。みんなまとめて飛んでっちゃえ。お、技もかわいいな。でもなんかすごい威力高そう。え、軽プイッとか、そんな軽い感じで。あ、と、あ、これ来たんじゃない？合体するやつ、ミケッティオ。ほら、だーりーな。うわ、来たよ。ああ、こういう感じの喋り方なんや。なるほど。ミケッティオ様のお目覚めだったのに。かわいい。捧げ物の一つもねえのか。最強の猫妖怪ミケッティオ。名前もかわいいよね。なんかいいね。ああ、でもダメだ。こっちの絵になったらダメ。そんなスラッとしなくていいよ。もうちょっとキュッとなってくれて。ミケッティオだと。エンマ大王が言っていた。あの。なんか意外と簡単に復活したね。バケーラたちは？何かしらあるんかと思ったのに。いきなり割り込んできて何？っていうか、何者なの？うるせえな。てめえで考えろ。むか、こいつ態度悪い。態度は君も悪いんだよ。けどこの三色猫ちゃん、ちょっとヤバそうな力持ってるみたいね。
お、その辺はちゃんと感じ取るんやね。三所なんか感じ取れずに殺されたいらしい。攻撃してってやられるかと思ったけど、そんなことはないか。おい、バケーラたちをどこにやったんだよ。どこにやったも何も、ほら色を見てよ。なんだそりゃあの三人の色じゃねえか。つーか、お前らさっきから舐めた態度ばっか取りやがって。俺様は史上最強の猫妖怪ミケッティオ様だぞ。今のところは敵でも味方でもない感じやねん。いや、敵の方が可能性が高いような。おい、あまりあいつを刺激するな。え、なんで？こいつら。ほら、どんどん怒りゲージが溜まっていくよ。ほら、これやったら可愛いよね。なんかちまっとしとくて。なんか出狂っちゃった。いい感じ。私のお披露目イベントだったのに。ちょっとまあ、二人ほどお披露目してしまったけんね。いいわ。今日は見逃してあげる。ちょっと興味も湧いてきたしね。お。じゃあみんな、まったねー。ミケッティより進化じゃないわ。変身したらどんな感じになるんやろうね。おい、こら、待ちやがれ。お、まだ安定してない。戻る。別れそうじゃない。あ、ほら、別れた途端にね。バキ平和な三人で。あたいら、どうなったんだ。確か、ジンペイ君をかばって、そして三人が一つになったんだ。戻った。あの間の記憶はないということなのか。わけわかんねえ。でも僕たち助かったのかな。とりあえず今は死ぬかと思った。僕も足がガクガクだよ。いやでも結構ね、あの子が変身した時テンション上がっとったけど。今日は早めに休んだ方が良さそうだな。しかしエイリアンがあれほどの力を持っていたとは。とりあえずミケッティをちゃんと仲間にして、あんなのに勝てるのかな。できるように戦闘かなわんってことかな。僕自信なくなってきちゃった。ママタロウは今のところ戦闘に参加してないけん。お、ナユちゃん、なんだ、何か言いたげな感じやったけども。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、今のところまだなんか、自主的にミケッティオに変身するっていうことは、変身？まあ、合体するってことはできなさそうな感じよね。たまたまみたいな。これからそれを安定させていくんかな？